2022年12月25日1レース、豊昇で勝利、通算3200勝を達成しました鈴木圭介騎手にお話を頂戴します。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは3200勝を達成してどんなお気持ちでしょうか。まああんま気にもしてなかったんで、まあ明日んだなという感じです。まだ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 通過点という感じでよろしいですか。そうですね、はい。騎乗した豊昇の印象いかがでしたか。まあ、今日障害もちゃんと上がってくれて、最後ゴール前本当よく頑張って走ってくれました。馬場状態ですがいかがでしょうか。まあ、やっぱ軽いですね、はい。あと昨日の開催からのスタートから1障害の手前まで砂を増量しましたけども、そのあたりいかがでしょうか。いや、 やっぱ入れた分若干スピードはちょっと落ちる感じですけど、まあ、1障害超えてしまったらもう軽いんで何も変わらないです。1レース勝ちました鈴木圭介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。